製氷皿について説明します。製氷皿は1年に1回を目安に取り外しお手入れをしてください。最初に製氷皿への給水を止めるため製氷ボタンを押して停止の表示を点灯させてください。この時停止の表示が点滅することがあります。製氷皿が動作中のためです。表示が点滅した時は約20秒間待ち、表示が点灯に変わってから次の操作をしてください。製氷室のドアを開けます。レバーを下ろします。フレームを引き出し、カバーの三角マーク部分を手前側に起こしてからフレームから製氷皿を取り外します。製氷皿を空にして水道水で軽く洗い流してください。たわし、洗剤などは使わないでください。氷が自動で落下しなくなるなど故障の原因になります。洗い終わったら製氷皿をフレームにセットしてカバーを閉じます。フレームを水平にして奥まで押し込みレバーを上げます。セットが完了したら製氷ボタンを押して大きめか標準の表示を点灯させてください。自動製氷がスタートします。製氷皿をフレームにセットするとき、奥まで押し込めないときは製氷皿を駆動するモーターが動いた可能性があります。一度製氷皿を外してフレームを押し込み製氷室のドアを閉めてから約1分間待ちます。準備が完了し取り付けることができます。